しさですね。お願いします。この子も順調に、はい、馬場調教もしてます、はい。まあ、まだ、ビビートビジュアル少し軽めで1000のハッキング2000ぐらいですけど、はい、もう馬場に普通に出れるようになってます、はい。すごく背中のいい馬ですね。あ、そうですか。乗っていて心地よい馬なんで良くなりそうな雰囲気があります、はいはい。この馬みんなおとなしいですか、やっぱり。ですよね。いや、これ実はさっき引っ越してきたばっかりなんですよ。それでこれですか。これです全然おとなしそう。おとなしそうですね。やっぱ向こうでちょっと拝見した通り非常にゆったりとした馬だなというふうに、ツアーの時もおとなしかったですし、コントレイルもちょっとバラつきあるんですよね。これいいコントレイル。あ、そうですか。よかったです。今7頭ぐらい、これいいコントレイル。いや、なんかいまいちなやつは、いや、そうですよね。あれって、なんかだから競りで見てて大体いいなっていう感じだったんですけど、乗るとちょっとバラつきあるのかな、やっぱり。なんかこうさばきがこう良くないというか、あ、そバランスが良くない。なるほど。だからバランスがいまいちのがちょっと多いのかもしれないですね。なるほど。シスタリーは本当いいコントロール。でこれもこれ以上はもう大きくなってほしくないですね。そうですね、大きくならない方がいいですよね。でもバランス的にはなんかパーツ的にはこのあんまなんか落ち着きそうじゃないですか、はい、なんとなく。